発音できない。人種、人種、合ってますかね。合ってる気がします。ビリビリだ朋友们大家好，我是健健健次郎。どうも、津田健次郎です。今回ですね、ビリビリでですね、こうして津田健次郎チャンネルを開設させていただきました。ご覧いただきましてありがとうございます。もしかしたら僕のことをですね、知らない方もいらっしゃるかもしれないのでですね、自己紹介させていただこうかと思っております。僕はですね、アニメーションなんかを中心にですね、活動しております。アニメーションの声やらせていただいております。代表作としてはですね、呪術廻戦の、奈良美健人だったりとかですね、イド・インベイティッドの成久子だったりですね、あと、ずいぶん昔からやってるですね、遊戯王デュエルモンスターズの海馬瀬戸というキャラクターなんかをやらせていただいております。ご覧になった方もいらっしゃるかなと思っております。あと、アニメで K というですね、アニメなんかもですね、中国で結構見ていただいたみたいな話も、伺っております。はい、ありがとうございます。まあ、今回ね、中国でこうして、見ていただけるということでですね、中国に行った思い出なんかをですね、ちょろっとお話しさせていただこうかなと思っておりますが、2回、僕はですね、上海に行かせていただいたことがあるんですけれども、1回目はですね、テニスの王子様という、作品がありまして、それのイベントでなんとね、呼んでいただいたことがあります。ものすごいたくさんの方がですね、そのイベントには、来ていただけて、結構前なんですけどね、ものすごい、もう中国のすごい上海から遠いところからも、来ていただけてたりとかしたみたいで、本当にありがたかったですね。とっても楽しいイベントになりました。あともう1回はですね、映画の撮影で上海の撮影所なんかこう使わせていただいて、そこにお邪魔した感じですね。だからその上海の、その映画の撮影所のスタッフさんなんかともですね、一緒にお弁当を食べたりして、めちゃめちゃ楽しかったですね。ただまあどっちもですね、暑くて、上海ってめちゃくちゃ暑いんですね。びっくりしました。東京の夏もかなり暑いんですけど、上海の夏もめちゃくちゃ暑いなと思って、それはすごいパンチ力がありましたね。でどっちもですね、空き時間みたいなのがあったので、一人でバンドの方にですね、散歩する時間があって、バンドはあれですね、僕めちゃめちゃ好きでしたね。なんていうんですか、本当古いビルがザーッと並んでる感じっていうのがですね、なんかかっこいいな、こういうの本当おしゃれだなと思って、あそこを一人でブラブラと散歩したのが、すごいいい思い出ですね。またあの辺行きたいなって思ってたりします。はい、また何かのね、機会があれば、ぜひお邪魔したいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。最近の活動といいますかね、今後の活動ですけれども、細田守監督というですね、日本でもかなり有名なアニメーションの監督がいらっしゃるんですけれども、その監督の最新作「竜とそばかすの姫」というですね、かなり迫力のある映像の、もうすでに PV が、出ていると思いますけれども、その細田監督のですね、竜とそばかすの姫に出演させていただいていたりします。もし機会があればですね、ぜひ見ていただけたらなと思っております。はい、ということで、このですね、ビリビリ津田健次郎チャンネル、はい、これから、まあ、何をやっていくのか、まだ何とも言えない感じではありますが、楽しんでやっていきたいと思いますので、ぜひご覧いただけたらなと思っております。ああそうだ、あれですね、僕中国で、愛称があるそうで、それめちゃめちゃ嬉しいですね。なんか愛称でね、呼んでいただけるっていうのはですね、すごくありがたいので、これからも
呼んでいただけたらなと思っておりますけれども、ジェンスはるか、ジン、違う、何でしたっけ、ジンスですね、ジンス、合ってますかね合ってる気がします。日本語では津田おじという感じみたいなんですけれども、ジンス合ってますかね。はい、これからもそういう風にたくさん呼んでいただけたらなと思っておりますのでね、これからも津田健次郎どうぞよろしくお願いします。また、ぜひ見てください。ということで、下次再见。